おはようございます。釣り子 TV です。ガード付きのですね、フックを2袋買ってきました。レギュラーガードタリンズマンとヘビーガードタリンズマンね。この2つを買ってみたんですけども、まあ、こっちがね、ワイヤーガード。結構ね、金属製の強そうなガードがついていて、そしてこちらがですね、ナイロンのガードで、何本かですねあるので、結構ガード力が強そうだなということで、この2つを買ってみたんですけども、っていうのがですね、これディオのノマセギルね、これを買って使ってね、で実際に魚も釣れたんですけども、元からのオリジナルのこのフックが1本ついてるんですね。これね、非常にね使いやすくて、あとガードもこれね4本ぐらいあって、非常にスナグレス性能が高くてですね、そんでまあ1個もなくすことなく、で魚も釣れたんですけども、ちょっとね使ってるうちにこうね、ガードがね直せばいいんですけど、ちょっとねこうホワホワっとね、曲がってきちゃったね曲がってきちゃったんで、まあなんか替えの針があるといいなということで、で、あとね、結構こう、ちょっとだけ細軸のフックなので、で、これに P ラインの組み合わせで使うっていう感じでやっていて、で、根掛かってもね、この針がうまいこと伸びてね、根掛かりが外れてくれて、で、やっぱりなくさないで、釣りを進めることができたっていうところがあるんですけども、まあ、何回もねこう曲げたり戻したりねしててね、ちょっとねでっかいのかかったら大丈夫かなってね、あとねガードの方もねだいぶ曲がってきちゃったのでね、こういった時に替えの針なんかいいのないかなと思って、2種類ね買ってきてみました。こんな感じでね、でまずはじゃあこっち、フッキングパフォーマンス重視型ガードね、レギュラーガードタリンズマンということで、ナイロンガードがついていて、比較的ねこの針と似てるんじゃないかなと思って、まずねこれがね気になって買ってみたので、ちょっとね開けてみたいと思います。こんな感じのね、フックでございます。あ、このね、ガードが、1、2、3、4、5、6、6本ほどあるので、まあ、これね、こう、広げたりした、あ、綺麗に広がりますね。どうでしょうか。結構ね、守ってくれそうですね。こう、扇形に今、広げてみましたけども、こんな感じのガードがあって、で、このオリジナルのフックともね、ほとんどサイズも変わる、これちょっと今ね開いちゃってるんですけども、だからそうですね、これ一番サイズ買ってみたんですけども、で気持ちこっちの方が太軸ですかね、で太軸な分あのフッ素コーティングされているんで、太いけどツルンって刺さってくれるんじゃないかな、それで、まあなんというかね、ガード力もナイロンガードの本数が増えた分ちょっと、具合よく避けてくれるんじゃないかなということで、あ、この針いいな、でまあここにかけて、どうでしょうか、サイズ感もね、オリジナルのこれ使ってくださいねっていう推奨服とだいぶね、サイズ感も揃っていて違和感なく使えるんじゃないかなっていうことで、あ、これいきなりいいな、うん、これですね、はい、でフッキングパフォーマンス重視型ガードということで説明書きが書いてありますね。4ポンド以上のラインを使用したパワースピニングタックルやベイトタックルで比較的ライトなカバー周りでの使用を前提としたガード付きマス針、フックはワッキーフックとして高い評価を得るタリンズマンをベースにガードをセットするため、形状にやや調整を加えた。ガードは素材を吟味した強すぎない、多毛ガードをセレクト、スナッグレス性能を発揮進むバイト時にはいかなる方向にも柔軟に倒れ込みフックセットを妨げない。ガード付きマス針の宿命ともいえるすっぽ抜けの低減を実現した。またこのガード素材特性から魚を釣った後のガード形状修正も容易となっている。
状況によりガードをカットし本数を減らすことでガード力を弱く調整することが可能。ショートバイトが多い時などはガード力を弱くし腹筋のパフォーマンスを高めることができるということで、サイズはですね、3番から30番までね、かなりねいろんなサイズがあるっていうことなんですけども、まあ、最初からちょっと多めにガードを、ついているから、そのもう少しガード力弱めて腹筋重心したいななんていう時はちょっと本数を減らしたりして、調整してくださいねということで、あとね、なんかちょっと狭めて使いたい時はスッと素直に狭まるし、またあの扇状にちょっと広げたいななんていう時も素直に結構ね形が作りやすい、ねね、あのこの開けてみて触ってみて思ったんですけど、なんか、小さいんだけどすごい、こだわりのいい感じの作り込みだなっていう、そんな、針ですね。で、まあこれ比較的あの腹筋重視のですね、レギュラーガードタリンズマンってことで、こっちねもう一個ねあの並んでいたんで、こっちねヘビーガードタリンズマン20番、これちょっとね大きめのフック買ったんですけど、まあ大きなバスが釣れてるなーなんていう時にフックサイズを上げて対応しようかなと思って、はいはいはい、これはじゃあどんな感じなのか1個目出してみたいと思いますよ。はい、 V の字でちょっとね、あーもう結構張りのある強めのワイヤーガードがこう V 字型に守ってくれていて、ね、でツルンツルンのフッ素コーティングされていて、で線形は、信頼のタリンズマンの形ということで、こんな感じの針ですね。まあ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 、こっちよりちょっとガード力を上げたいななんていう時にこの20番どうかなと思ってね、20番なんだけどワイヤーガード、これによってちょっと、あーこれはバランス的にはそんなにね、ちょっと針は大きくしたけど悪くないんじゃないかなっていうことで、結構ねこのワイヤーガードがヘビーガードっていうだけあってちょっと強めなので、なんだろう、枝ぶりのいい立ち木でもこの中にこういうの入れたらあすぐパクって食いついてくれそうなんだけどなーなんて時にこっちの針を使ってみようかなという感じで、まあ、ここのガードが強めなんでその枝みたいなのが密集しているようなとこにあってもピーンとね避けてくれるんじゃないかなと思って、まあガード力ねの違いによってこのヘビーとレギュラー使い分けようかななんていうふうに思って2袋買ってみたんですけども、こっちの説明書きは書いてありますね、6ポンド以上のラインを使用したパワースピニングやベイトタックルでライト、ある程度濃さのあるカバーでの使用を前提としたガード付きマス針です。フックは脇フックとして高い評価です。タリンズマンのベースにガードをセットするために形状にやや調整を加えましたということで、ガードは素材を吟味した強い張り感を持つワイヤーを2本セット、左右に張りのあるワイヤーガードを配することで、直上だけでなく、左右方向からのストラクチャーへのコンタクトに対しても高いガード力を発揮する。あえてフックポイントをガード先端にセットする方式としないことでガードが外れ再セットしなければならない手間も排除、またこの形状により魚を釣った後のガード形状修正も容易となった。状況によりガードをライン合い側へ起こすことでガード力をより強くすることが可能となるということで、まあ最近の主流でいくとあのオフセットネコリグみたいな感じで埋め込んで針先をワームにちょんと隠してでカバーの中にぶち込むっていうね、こういった針が主流になってますけども、その前って大体こんな感じでしたよね、ガード付きマス針っていうとね、そういったまあで使いやすいんですよね、結構こう入れてああ入れてこう入れてでここを綺麗にっていうね、そこをミスるとね目がかっちゃったりするわけなんですけども、このガード力強めでシンプルな形状だから釣り場でもこうサクッと
スタンバイが完了して投げ込むことができるっていうことで、カバーの濃さによってね、あんまりにもなんか枝ぶりの細い細かいもしゃもしゃもしゃってしたカバーなんかだと、やっぱスナッグレスのねオフセットをこう埋め込んだようなね、そういったネコリグとかがいいんだと思うんですけども、比較的シンプルでケンとね、あの見て形状が分かるようなカバーであれば、こういったシンプルな形状で直感的にねこうセッティングして、で入れてほぐすようにヒュンヒュンヒュンね、やって、まあ枝を乗り越え、まあ枝にこうかけながらこうシーソーシーソーしたりね、でこの枝だけどうにか避けて帰ってきてくれればいいんだよ、あとは比較的もうでかいバスがいるなーなんて想定されるときね、バスね、でかいバスだったら結構ガバってね食いつくね力も強いので、今日アベレージで釣れてるのがもう30センチ以上や40センチ以上だなーとかね、ちょっと大きなの一発狙うよっていうね、食いこうバクって食うね、顎の力も強そうだよなんて時はもう最初からこのヘビーガードをね選んじゃえばいいのかな。で、まあまだ魚を探していくよって、まあねサイズのアベレージも分かんないよなんていう時は、ちょっとねガード力弱めだけどフッキングのいいこういったね、レギュラータリンズマン、まあレギュラーガードタリンズマンですね、こういったのを、ね、使い分けていけばいいのかなということで、まあでね、各そうですね一袋買うと4本ずつぐらい入っているので、まあねお気に入りの番手を買ってね、ボックスに忍ばしておけばバッチリなんじゃないかなということで、こっちはねまあここぞっていう時で使うのかなということで、こっちはねヘビーガードね、でここのサイズ感的にもねこの10番このオリジナルとバッチリだったんで、まあまあまあ通常使いではこっちのレギュラーガードタリンズマンを対応することになるのかななんていうふうに思いますけども、こんな感じでねガード付きマス針で買ってきてみましたよ。あとねこっちのレギュラーガードの方、このね使っていて結構ね、ほんとあの鉄板バイブみたいな感じでシャクルとねプルルッスンプルルッスンって感じで、なんかメタルバイブみたいなね引き心地だったんですけども、それでもねこれねフラットエリアの、底の越冬バスとかをこう起こしながら釣っていくね冬場の釣りなんかも、まあ、ただのマス針だとちょっとね根がかり多そうだななんていう時に、まあこれもそんな安いもんではないのでね、こういったガード付きのやつを使って、でまあ強めの PE ラインで最悪根がかっちゃってもなんとかこのね針を曲げながら回収できればいいなって、こっちだとね結構ねこれ細いんでね絶対根掛かり回収できるですけども、今回まあ 100% 回収できたんですけども、ただただね曲がる、もうちょっと強くてもいいかなと思ったんで、もうちょっと太軸のこれがどうだろうベストなんじゃないかな。まあとりあえずね冬の間ね、あと春先とかまで使ってみて、また具合良かったよとかあったら報告させていただければなと思うんですけども、というわけで本日の釣り子 TV はですね、このノマーセギルのねなんか替えのフックいいのないかなと思って釣り具屋覗いたら、このねレギュラーガードタリズマ、あとね込み入ったとこに入れるようにヘビーガードタリズマ、これね2袋買ってみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。